はい、2013年6月3日、月曜シャンソンコンサート終わりの青いヘアニュースです。ネロです。こんばんは、マサコです。はい、ありがとうございます。今日もう6月ですね。早いですね。しかしなんだね、あんたの年でもやっぱり早いと思う。いや、なんかね、みんな言うのよね、口を揃えて。あ、なんかついこの間ね、正月だったと思ったらですね、もう6月ですよ。もう皆さんどうですか、本当に。でも考えてみたら、ごめんなさい、ちょっと大変だったな。そうですね、私ね、ちょっとね、年の割にはね、ちょっと過密だった。そうですね、なんかここぞとばかりに5月になんかいろいろ詰め込んでましたね。はい、そう、いや、詰め込んだというか、そういう風な流れになったって。そうなんですよね、まあ、流れがね、自然に。まあ、とにかくほら、徹子さんのね、部屋っていうのもやっぱり5月に放映になったでしょ。そうですね。そう、それとかも前から決まってたね、いろいろとあったり、25日っていうのも結構ローリーとかね。そうなんですよね、菅原さんとか。そうです。それとかですね、5月の8日にはですね、この月曜シャンソンコンサートのスペシャル版のシャンブルズ・シャン。やったんじゃない。はい、そうです、シャンブルズ・シャン。私やったんだよね。いや、やりましたよ、勘弁してくださいよ。もう本当に記憶がほとんど飛んでる。はい、なのでですね、結構5月は過密スケジュールで、まあ、過密ってこと、老骨をね、打って持ち打ってさ、打って、もう馬車のように走らせると、そういうことですからね。だけどその痛みっていうのでもってなかった。要するに翌日大変なあっちこっちに貼るんだから。うん、まあそうですね。絆創膏じゃない、なんてない、なんか消炎なんとかありますね。なんか実はここら辺ね、全身もう湿布だらけという。あ、湿布というか、まあ湿布、湿布じゃないですか、なんか湿布、あれ効くんですか。いや、なんだ、まあ、一時的になんかこうビーッとくるから効いたのかなと思ってるんだけど、私結局ね、もう一昨日ぐらい、やっぱりね、私久しぶりに頭痛になったのよ。ほー、ずっと頭痛で、こうやって押してみたら完全にやっぱり首がコリンコリンになってて、だから私ね、若い時に、あれだったのよ、俺糸中のタピシやってたじゃない。はい、こんにちは、こんばんはか。それでね、その時になんだか理由が分からずに、ね、もうとにかくね、こう打ってても、それからね、こういうふうにやってもガーンと当たって、で、なんか拾おうと思ったらもう気が狂いそうな頭痛だった。それで私ね、なんだか私のね、思考経路っていうのはおかしいんで、私なんかね、肺病だと思ってた。え？頭痛で肺病ですか？なんかもう分かんないでしょ？わけが分かんないんですけど、なんでそう思ったの？だからね、その頃って肺病が一番怖かった。なんか、あ、そうですね、当時は、だから結核とか、結核、肺病。それで、なんでったってね、毎月行ったんだよ、レントゲンの。それが良くないね。まあそうですね、まあ、ね、月はちょっとやりすぎかなと思うんですけど、月レントゲンか。それでもって結局何でもありません。いや、ちょっと影がなってても、カッとこうなっちゃう。おかしいな、ね、美人薄命だと思って。昔からそう思ってたんですか、美人薄命って。なんで思ってない。私はね、はい、本当に私がね、なんとか小説書いたりなんかしたっていうのは、要するにね、本当にね、仕込めだった。そういうふうに自分で思い込んでたから。そうでもないですよね、まあ、昔の写真見ると。本当に仕込め、いやでしょう、じゃないでしょう。大仕込め。そのプラス、仕込めって修女って書いてある。修女とか仕込め。醜い女で仕込めですからね。醜い女で仕込めです。はい、それで、まあ、顔だけだったらね、なんとか、まあ、顔も困るんだけど、それに、もうとにかくね、足と手がね、異常に太かった。そうでもないと思うんですよ、そんなです。まあ、とにかく思い込んでたってことですね、そう、自分で。そう、だから、はい、要するに、ほら、駅の駅で電車に乗るためにだんだんずっと回るじゃない、その時後ろからついてくる人っていうのに足を見られるってことは死ぬほど大変だった。コンプレックスってやつですね。コンプレックスがもう全てのもう塊だったの、私のコンプレックスの塊。まあ、そうですね。それだからこうやって後ろにこうやってカバンを後ろにこうやってそれで階段上がってた、足が見えないようにして。おー、いや、非常
に私は苦労したんです。まあコンプレックスの塊ということですね。そう、固まってた。まあもうそれで妄想もいろいろ広がると、それ頭痛がするとなんか肺病だと思い込むと、肺病だと思い込む、もうわけがわかんないですけどね、もう本当に。それで毎月なんかさ、健康保険でとか、いやーないですけど、毎月行くばかある。それでも今も全然なんか性格あんまり変わってないじゃないですか。なんかですね、あのとにかく私はどっかが悪いとかですね、もうそういう妄想に取りつかれ始めるとですね、もう再現ないもん、ね、なんか一人で受けてる人がいるやん。もうね、なんかね、とにかくですね、なんかそういうね、私はなんかここが悪いとかね、なんかそういう突然なんかあの言い始めてですね、医者に行くんだけれどもね、あの何も悪くないって言われてですね、返されてきてですね、いや悪くあんの悪い、まあやふやな話じゃないですか、なんか。いやもうだってガンがあるって言うんだよ。またガンガン詐欺に引っかかる。あのね、そうなんですよ、あの前回もね、あのアホヘアニュースでお伝えしたと思うんですけど、ガンガン詐欺にね引っかかりそうになってる。ガンガン詐欺っていうことじゃなくてね、いやだからね、この頃ね、非常に医療機会が良くなって、うん、本当にちょっとのことでも見えるのね。そうですよ、うん、だからもうこれはもうガンです、今のうちに早く手術しなさい。いやじゃない、手術はね、いや絶対しない方がいいと思いますよ今。別にだってそんなね、どこも悪そうに見えないでしょこの人。悪いよ、だ常にねこう言われてるんですよ、全然どこもね悪そうじゃないの。悪い性格が、あ性格がね、悪い性格が悪い、あ今ストンとね胸に腑に落ちましたね。あ体じゃなくて性格が、私は性格がすごくいいつもりでいいんだよね。まあいいっちゃいいし、いいっちゃいいよね、でも変なね、たまに妄想に取りつかれる時がねあるんで、それはちょっとね、それでほら朝起きると、はい、うつーだからさ、そうですね、しばらくぼーっとこうやって、うん、だからなんでね兄弟でこんなに違うかと思うよ。あ姉ちゃんとね、姉ちゃんは10歳年上の姉ちゃんなんだけど、あんなに明るい人っていうのも珍しいよね。まあそうですね、あ朝になると朝ーってまあね、朝が来たみたいなね、なんかねそういう喜びに包まれるっていうね、こちらの方ね朝来ると悩み始めるんで、まさかちゃん早くって、私はもうそうして全然起きてこないから、暗いのよね。そうですね、朝って聞いてもさ朝だと思ってないからね。なんでこんな違うんだろうね。まあ本当にね、あの大変ですよ、あの朝来るたんびにですね落ち込んだりする方ですから、僕も大変ですよ、もうね毎日毎日もう本当に。あと落ち込まない？別に落ち込まないですね朝来たからっつって。朝のたんびに落ち込んでるんだよね。いやちょっとそれやめた方がいいんじゃないですか、ちょっとそろそろ。そう、まあでももうそれしょうがないね、80年もやってきちゃったことですからね、うん、もうね治らないやねこれね、治らないやね、うん、だからほら私はたまにずっと好きだからほら、うん、モンゴさんっていうちょっと性格破綻者の、そうですね、あの探偵がいるじゃない、はい、私なんかでもやっぱりそういうちょっと破綻したところがあって、うん、こういうのでもちょっと気になったりさ、こういうふうにこうやんないと嫌だとかさ、うん、こっちとこっちが合わないとかさ、これがこういう風になってないって嫌とかさ、うん、なんか変なところなのね。まあそうですね、あの皆さん名探偵文句っていうねやつを見てください。ここまでやんないもん。結構面白いですよねあれね、うん、あの名探偵シリーズ大好きなんで、まあ割と結構似てますよね。そうそうそう、うん、変質的な変質者のね、変質者のところが、そうだからなんかちょっとこうやって怒っててもさ、こうやって拾ってさ、うん、でこれをどこ捨てるかとかさ、いろんなこと。まあ、大概何も捨ててないんですけどね、移動させてるだけですからあなた、ね、全然捨ててないからもう大変なんですよ、うち散らかってて、もう本当にそれで平気なんだよね。わけが分かんないですよね、だからね、なんかこうこれをこっからこっちへ移動させることになんかものすごいあの熱心にこだわってんだよ、ね、はい、こだわってたりするんでね、うん、ちょっと困っちゃったな。それでな、そうめんの一かけらっていうのさ、こうやって追いかけてこうやってさ拾わないと嫌とかさ、わけわかんないですね。はい、もうぜひね皆さんね家に来てくださいもんとね、あの野川雅子ね、あのとしばらくね住んでみると全部わかります。はい。そこで立ったか、はい、じ
じゃあまあそろそろね、あの本題の方に行きたいんですけれども、はい、今日ね、ネロ編の最終回なんですよ。あ、そうなの？そうです。だってネロはあんたずっと続くだよ。いや、もちろんだからこっからは僕の物語なんですよ。そうだね。だからやっぱり青い部屋ニュースね、まず基本的にですね、あの戸川雅子のお話を聞くという、そういうことですんで、そこまでが、まあ、ネロ編の、クライマックスということでね、そのうち僕本書きますから。あんた本当にそう思う。いや、あんた本当にさ、はい、こんなに私の手元にあるんだよ、うん、なんかそうですね、大学ノートにさ、こんな細かい字でもぎっしり書いてるわけ、はい、結構あんた文才あるんだよね。 ありがとうございます。もう江戸川乱歩小作家ですからね、その人にね言われたら、じゃあありがとうございます。いや本当、うん、短編がいいかもしれない。そうです ね、まあでもね、今これですね、ネロソロワークス、これの時なんていうの僕全部脚本からね、演出から構成から全部やってるんだよね、はい、やってるんで、まあこういうふうにいろいろ、これも表現なんですよね、やっぱり。ただ単に、シャンソン歌ってね、どうのこうのだけじゃなくて、まあいろいろやっぱりメッセージをやっぱり伝えたいなと思ってますんで、これぜひね来てください。6月19日です。ネロソロワークス、でももうね、結構ですね、もう皆さん、そうですね、まあおかげさまで、はい、ありがとうございますということでございます。私その時は、あ、そうですね、武器でございます。武器を、切符を切って、でも一箇所だけちょっとハモる部分があるかもしれませんので、やめてくださいよ、いや突然入ってきてハモる、いや、向こうで、向こうで、あ、向こうでね、向こうで、見えないように、怖いですね、なんか見えない、なんでこれなのよ、見えないところで、ね、あんた何言ってんの、ボンバイアジアってハモったらすごい綺麗なんだ。それモノノグチだからやめてください。モノノグなんだ。そうです、あれ、すみません、間違えました、はい、パリサイです、はい、パリサイでやりましょう、それはね。そういうわけです。ね、それでね、今日のね、その最終回のやっぱり一つの題材としてね、今日ね、本持ってくるの忘れちゃったんですけど、うん、ドンキホーテと口紅、ありますね、ありますね、まあね、これね、本当僕にとってもね、重要な作品なんですよ。ないですね、それがね、いろいろね、自分の心にあってですね、私グレましたんで、グレた、グレましたんで、はい。でも今読み返してみると、可愛いもんですよ。まあそうですけれどもね、口紅をさ、そうなんですね、まあね、要するに買ってくれたというさ、そうです、ラクダ今までもね、子は育つとか、まあとにかく子育てエッセイをずっと書いてるわけなんですね、なんとかまさこずっと、それでですね、あと50近くで産んだらみんなやっぱり欠かされるんだよ。そうなんですよね、興味があるということなんですけれども、それでですね、もうどんどんこう、まあネタに困ってたのかなんだかよくわかんないですけど、ですね、まあ読んでもらえればわかるんですけれども、子どもの日記をですね、盗み見して盗み見して世間に発表とかですね、してましたね。あ、でも随分なんかさ、うん、ちょっともう何、締め切りが来るとさ、そうなんですよね、背に腹は変えられんと。そうなんですよ、ですね、僕がね、目撃したこと一回あるんですよ、なんかね、なぜかね、僕が帰ってきて、まあ、まあ、ただいまなんつって言ってたらですね、部屋にいるんですよね。あ、そう？そうなんですよ、部屋にいてですね、こうやってなんかドキッとしてるんですよ、なんか僕が帰ってきたら、ドキッとかしてね、こんなやってなんか掃除してたからみたいな、なんかことを言ってるんですよ。だけれども、なぜかね、僕がね、よくほら、小学校の頃とかなんて毎日日記書かされたりするでしょ。それがね、なんかね、この手に持ってね、私今掃除してたからとかなんとか言ってですね、足早に出てったりするんですよね。不審者だね。不審者ですよ、完全に。嘘つけない。それでものすごいなんか形相でですね、なんかおたおたしてたりするんですよ。それで気がつくとですね、それこそ週刊、新潮とか、まあ、いろんな雑誌にね、連載されてたわけですから、僕の日記が公表されてるんですよ。気づいたら。しかも一度や二度じゃないですからね、これね、忘れたな、うん、で、まあね、それでね、忘れたんですか、うん、っていうよりさ、とにかくあとこう、これを何時埋めなくちゃなんないとかさ、うん、そのことの方が大変だったんだね。まあそうでしょうね、うん、まあ、何せ流行作家でしたからね。まあね、大変だったわ。
そうなんですよ。だから次から次へとですね、まあ、日記とかね、いろんなそういうふうなあの小学校の僕の生活とかをどんどん公表していくと、そういう形だったわけなんですね。それでいじめられたんだった。いや、あのいじめられてはいない。やないの、いじめられ、なんかね、みんなに興味を持たれちゃったの。いや、そりゃそうですよ。だって日記をね、あの週刊誌越しでどんどん発表していくんだからね、そりゃ興味持たれますよ、ね、あ、お母さんが読むの。そうです、そうです、お母さんとかお父さんが読むの。そうです、だからお母さんとか、あのそのね、友達のお父さんとかお母さんとかは、まあ、読むね。それで、戸川さんちの子供同級生なんだろうとなってですね、こんなこと書いてあったぞみたいな感じでですね、なると。そうすると、それを僕は学校で言われるね、そういうことなんですよ。でもさ、私もなんかあなたのその小学会なんか運動会なんかってすると、本当にひどい格好してたんですよ。あのね、本当にね、これは伝えておかなければいけないですね、ネロ編で。あのね、本当にね、もうね、何せこれでしょ。もうね、授業参観の時とかね、僕ノイローゼになりそうになっててね、もう。いや、このまんま来たらね、まだいいんですよ。だけれどもね、それをこれを必死にね、なんか隠そうとして、ね、でも隠そうにも隠しきれないでしょ、全体的に。カチューシャみたいな、こんなの。っていうかね、なんかね、まず帽子かぶって、その上に風呂敷して、ね、それでサングラスでマスクですよ。ね、そんないでたちでね、来てるお母さん誰もいないんですよ。すごい。逆に目立ちすぎちゃって。それでそんなメガネとサングラスとマスクとこんなやってもう全身を覆ってる状態でですよ、あのクラスの一番後ろからこうやってずっとこうやって見てるんですよ。恐ろしいですよ。来ないでほしいね。うん、本当にね、来ないでくれってね、願うんですよ。だけどね、母心なんだね、これが。それでね、あの行くわけないじゃない私が、なんつってね言うんだけれども、来るんですよね。来るんですよ、また。そうするとね、また後で話題でね、ね、お前のお母さんすごいなと。すごすぎる。いや、そうなんだよねみたいな。ね、それでもってさ、うん、それまあ、あのほら、私はなんか仕事のね、うん、慌てて仕事の帰りにちょっと言って、そのまたね、はい、車がひどかったんですよ。いや、そうなんですよ。その当時ね、まあ、この都がこの性格なんでね、車の窓が、車ちっちゃい車だね、そうそう、乗ってたんですけれども、うん、その窓がね、全部こうストーンって一回落ちちゃったね。そうしたらですね、それをですね、ゴミ袋でこうやって貼って、これが窓であると別に直さない。 4.5 リットルとかさ、ね、そうそうそう、ゴミなんとか。それでですね、なんかその授業参観終わった後ですね、ね、友達にね、送っていくわよっつってね、その車に乗せようとして、またね、なんかこう、あれ乗るのって言われてですね、またこうね、注目の的になるというですね、お前んちの車すごいね、みたいなですね。まあ、そういう…ガッタンガッタンしてたな、あの車な。昔知らないけど、そういう、本当にもう、あちこちボコボコ。そうなんですよ、もうあちこちねボコボコになってですよ、窓がなくてですよ。それでそれがゴミ袋でこうやってね、東京都とかね、45リットルとかね、それ書いてあるゴミ袋ね、45リットル。しかも当時ってまだ黒いビニール袋だったから、なんかねものすごい不審なんですよ。それでにこやかにね、あんたたち乗ってきなさいよって言われてね、なんかね、冷ややかな、ね、感じで私ね、扱われましたけれどもね、本当に。そうだったんだ。めちゃくちゃですよ、本当に。まあね、いや、そういうふうな形で、まあ、いろいろあってですね、それで、まあ、ドン・キホーテと口紅っていう、こういう作品があるんですけれども、そのタイトルになったのがね、要するに、私が、まあ、結構、その頃からは可愛かったね。なんというかさ、母の日にね、母の日にさ、まあ何かね、送ろうかなと思ってですね、まあ、これ口紅を送ろうと僕思ったんです。偉いね。うん、まあほら、何せ厚化粧の戸川さんなんで厚化粧の戸川さんなんで、やっぱり化粧品かなと思ってですね、口紅をまあ送ろうと思ってね、まあでもね、小学生でしたから、なんか恥ずかしいじゃないですか。ね、
あのその男の子がね、男の子が化粧品屋に入る、化粧品屋に入ってね、口紅くださいっていうのもね、しかもどんな口紅も選んでいいかよくわからないと、なんかもじもじしながらですね、まあ、勇気をね振り絞って口紅買ったのね。それでまああの入ってねあげたんですよね。そしたら、うん、相当嬉しかったんでしょうね。相当嬉しかった ね。またですねこれ公表し、しまして、また週刊誌に書かれるんですよ僕。これを書かずにいられるもんね。まあそうです、作家魂としてはね。そうじゃない、もう本当涙を流さんばかりに格好のネタと思ったわけですね。ネタじゃない、ネタじゃない。私はだって本当に嬉しかったんだから、はい、だからまあ本当に、まあ、あんたのね、だからなんか聞いたの？その化粧品屋にどんな、どんな、いくつのお母さんだって聞かれたんじゃない？そうなんですよ。え、あ、そう？お母さんどんな人なのとかね、あの聞かれたんでね、あのもう年はね、おばあちゃんみたいな年でね、それで、まあ、とにかく三色の頭をして、アフロだという説明をしたらですね、ポカンとされて想像できないから、あの化粧品屋さんもですねちょっと困ってましたね。で説明してもね全然通じないんですよね。じゃあとにかく、まあ、派手な人なのねって言われて、まあ、とにかく真っ赤のね口紅を。そうだったんだよ、あんたもう本当にびっくりした。こうやってあんまり嬉しさのあまりさ、すごいこうやって塗ったらさ、鏡見たらさ、今人食ってきたみたいな。そうなんですよね。もうせ、いや僕もね自分つけたところ見てびっくりしました。本当にね、なんかもう鬼女、鬼ババ鬼ババこの頭で真っ赤なね口紅でねなってるから、ほんとね、ほんとにね、なんかそういえば水木しげるかなんかの妖怪辞典に載ってる人だみたいな、人食い女がここにいると思ってですね、僕もドキドキしてましたよ。それでもあれずーっと持ち歩いたんだよ私。あ、そうですね。そりゃそう、どこのさ仕事場に行くんでも必ずあれ持ってったんだよ、うん、でちょっとつけてさ、それはもう何、いろんなメンソレタムとかいろんなので伸ばしてさ、ああまあそういうことをですね、まあ、ね、親ってそんなに、ね、嬉しいのよ、ね、嬉しいもんですよね、うん、まあ、僕が例えばね、親でそういうふうに、ね、子供がしてくれたら嬉しいですよね。本当涙もんだよ、うん、でも僕週刊誌に書かないですからまあまたね、それもね、格好のね学校で話題になりまして、お前なんか口に買ったんだってみたいなね、そういう話題になりましてまあね、今だからねこんな笑ってますけどね、当時はね結構ね、心は痛んだのね。心痛みましたね。なんかね結構ほら、だってそういう化粧品をやっぱり買うっていうのって、もう要するに小学校ですっごい勇気だね。だ、まあ今だったらほら昔ね、エロ本買ってるようなもんですからね、裏本かなんかをね買ってるようなもんね、こうやってそれ見てるようなそういう世界だからね、なかなか恥ずかしいんですよ。お前裏本買ったねみたいにね、買ってんのすごい、買ってないよ買ってないよみたいなね、ごまかしたりですね、まあいろいろ大変でしたまあ本当にありがとうございました、本当に。はい、まあね、今だったらね本当に、まあでも今あれですね、みんなさ、うん、編集者の方ってのはみんなさ感動して、うん、感動してさ、あ、感動して編集者したのよ、うんうんうん、そう、うん、だからこうこれは絶対にこの本にね、うん、本の一つのテーマに、テーマっていうか題に欲しいと、うん、そういうことでまた出ちゃったわけ。なるほどね。二重三重ですからね、何せ週刊誌に書いてそれでしばらくすると本になるわけですから、それがねまあでも今ねこうやって見るとね、まあよかったなと。いいでしょう。まあそうですね、はい、やっぱりね、いろいろとね、なかなかね、なかなかないですよ、その自分の成長がどんどんですね、皆様のねところに届いていくというこのシステムでも僕も今本当にあれですよね、こうやってまあ歌い手ね、うん、になってよかったなと思いますよ本当に。だってもう全部魂からさ、体から全部ぶっちゃけないと歌なんて歌えないから、うん、そうですね、うんうん、
これは本当ね、あの普通に会社勤めかなんかしてたらですね、うん、あの全く消化できないまんまですね。そうだね。全く消化できない。そうだね。会社勤めだったら本当大変だね。もう全く消化できなかったです。まあお下がりももらえないですしね。こんな格好で会社行ったら大変でしょこれね。あの今月のお下がりよこれが。あのもう6月なんで新しいお下がりください。これ5月分なんで。あるじゃないの。まあね、うん、あのまあ次週かなんかねちょっとあのちょっと決めてますから。うん、今週のあ今月の今月ですね。今週だとちょっとサイクル早いんで、今月でぐらいで。えこれですか？あんたドレスをどうして着るのよね。でもこれ良さそうですね。うん、えこれどドレスだよこれ。あそうなんです。ドレスですよこれ。どうしてあんたドレスを着るのよ。そうですいやもっといい。いいのがいろいろあるわよ、ね、はい、いやもう本当に越野純子さんからありがとうね、いろいろといただいたりなんかしてます。あのね、うちにあるあの服がもうほとんど結構越野純子さんのやつですよね、うん、それとかね、ゴジ、そうですね、ゴジさん、イタリアの、うんうん、もうそういうのね、それは私がまたあのいただいたり、それからまあ買ったのもありますけれどもね、それは本当にもう20年、30年です。あのね、よくね、だからね、聞かれるんですよ、あのそんな服どこで買ったのメロちゃん、ね、そうでしょ、うん、聞かれるんで、あのそれ本当越野さんとかあのイタリアですね、あのゴジさんねのところにあの皆さんあの行ってみたりですね、ホームページとかで調べるとあのこういうやつとかヒョウ柄とかですね、なんかこういろいろ出てきますんでね、いや本当後で CM 料もらおう。いや本当にいいものばっかりだ。そうですね、本当になんか知らないけどね、あのなんかショーかなんかで来たのを、うん、友達さんだったら着られるでしょなんつってね、刺さるのが本当にありがたいことだけど、ね、うん、これも誰にもらったのか分かんないけど、はい、私買ったんじゃないからね全部なんだか そうなんですか、そうもらい物、そうなんか知らないけど拾うとかね、え拾うなんかなんか分かんないけど置いてったのを拾ってくるとか、それえ楽屋かな、これじゃないよこれじゃないよこの方ね、だってね、普通にあの店に置いてあっても落ちてたとかなんとかわけわかんないこと言ったりしますから、本当だよ、うん、楽屋で皆さん物忘れだけはしないでください、全部都外に持ってかれますからね。あの楽屋で僕ね、あの楽屋でティッシュ箱からそのお茶から全部楽屋の備品全部持って帰ったりする人ね、初めて僕見たことないです。はい、それはもういつ一戦争になるかわかんないから、うん戦争の時にもう叩き込まれた精神ですから、はい、そうよ、それはもう絶対そうなの、はい、あの皆さん楽屋の備品あのあ全部なくなってると思ったらですね、あ戸川さんが全部備品って言ったってだって使っ、まあまあ、いいもんだけよ、消耗品ですね、備品って言わないでよ、これになっちゃうじゃない、てよ、消耗品はじゃあ残さず持って帰る、消耗品は、はい、だってどっちにしたっても使ったあとこのぐらいしか残ってないなんてみんな捨てちゃうんだから、もったいないことできません。だからあもうそろそろほらあのね、あのああいうあのスーパーやなんかでも、うん、もうそろそろほら余ったものっていうのを取り替える時間でしょ、はい、あみんな捨てちゃうんだよ、そうですね、うん、もったいないこと私は全部それいただきます。はい、そういうことでございます。ね、本当に、いろんなですね残り物が、なくなってる時にはですね、戸川さんじゃないかなと疑ってください。いや残り物はいいんです、はい、だから私だってあなたは毛羽猫かけるんだ、あそうですね、はい、そういうことでございます。残り物には服がある、あるんです、そういうことですね、以外にまとまったんじゃないでしょうか、はい、というわけでね、ネロ編、今回は最終回ということでございます。次回から、またね、いろいろとあるんです、はい、いろいろ考えてますんで、私ももう腹に据えかねることがいっぱいあります、はい、そういうことでございます。来週もまた見てね、よろしく、どうもありがとうございます。